つららの左側ギリギリに乗る必要があると思うんだよね。最近鬼畜なタス乗りコースしたばっかりだからさ、こんな余裕だと思うんですよ。いや違うんだって。こっからタス乗りしてみる。そしてタス乗りだけでフラワー取れないんだね。タス乗りを成功させた後右にジャンプして取る。いやでもさ、多分この方法っぽくない？攻略法が見えました。なんでファイヤーフラワーがあるじゃん、その左上を狙ってジャンプしなきゃいけないんだよ。なんでこっから右にジャンプなんだこんなところにファイヤーフラワー。取れないよ任天堂さん、このファイヤー取れないです。どうかしてるんじゃないですか。アップデートを要求します。すいません、任天堂さんも僕みたいな変なやつが実況するなんて思ってないですよね。でもさ、僕結構貢献してるんだよ。